どうもねずっちです。ワールドカップがね、開幕しましたけども、日本はどうでしょうかね。頑張ってもらいたいですね。ワールドカップっていうのは言ってみればね、掃除してない部屋と一緒だからね。どういうことかって、どちらも埃がかかってるってね。埃をかけた戦いですからね。きっとでもね、大丈夫だと思います。今の日本っていうのはね、割り箸と一緒ですからね。どういうことかって、日本は一つにまとまってるっつってね。だけど今回のね、日本チームはあれだね、関係ないですけど、今僕ね滋賀県に来てんですけどね、滋賀県と一緒ですよ。どういうことかって、西のジャパンってね。ねずっちです。西日本にいるからね。また